はい、若田ビータビオです。いつもねショッピングモールに来るとこれ使いたいなと思うんですよね。空気入れ便利だから。ただねバルブがこれ A 式でですね、バイクはアメリカ式のなので合わないんですね、口がね。ヒーコラマウンテンバイク用の空気入れですね、汗をかきつつタイヤに空気を補充してたんですけども、今日ふと思いついてですね、バルブの変換のアダプターがあるんじゃないかと思いついて、早速ホームセンター行って見てきたら、これだね、ありましたですね。バイクの米式のバルブをですね、ショッピングモールの空気入れ A 式に変えるやつですね。これがあったので使えると思って試してみます。これがねベンリーのバルブ、アメリカ式ですね。これをここにバルブにこれをセットして変換すると、このショッピングモールのですね空気入れが変えるっていう寸法ですね。はい、剥がしました。アメリカ式とこっちが A 式、これをはめて使いたいと思います。どのぐらいですね空気を入れたらいいのかってタイヤに書いてありますね。 36PSI です。36まで入れていきます。36まで行きたいけど、これには表示がないですね、メーター。ちょっと乱暴ですけどね、根元をぐいっと手前の方に持ってきて、装着ですね。そしてボタンを押す。入ってますね。入ってます。パンパンになりました。パン同じ容量ですけど、こっちの方が L 型になってるから楽ですね。ただしこのマフラーが厚いから気をつけなきゃいけない。はい、後ろもねこうやってくっつけました。ポンプマンって言うのか。でメーターがあればね完璧なんだけどね、メーターがないからよくわかんないね。もう感覚的に手でもうちょっとかな。いいね。はい、これでね当分このポンプマンを使って空気を補充していきたいと思います。ありがとうショッピングモール。では。